ある夏の日のこと、小川未明、姉さんは庭先のツ,ツジの枝に蜂の巣を見つけました。まあ、こんなところへ巣を作って、危ないから落としてしまおうか、と、ほうきを持った手を押さえてためらいましたが、触らなければ、 何にもししないでしょう。せっかく作りかけた巣を壊すのもかわいそうだと考え直してしばらく立ち止まって一匹の親鉢がわき見もせず熱心に小さい口でだんだんと大きくしようと固めていくのを眺めていましたそのうちに蜂はどこかへ飛び去りました 何か材料を探しに行ったのでししょう。しばらくするとまたもどってきましたそしておなじようなことをうまずにくりかえしていましたこのハチ1ぴきだけだろうかかのじょはおなじ1ぴきのハチがいったりかえったりしてはらいているのしかみなかったからです。 ゆうう。ちゃんに黙っていよみつけたらきっとすをとるであろうと思いましたねえさんはすわってしごとをしながらときどきおもいだしたようにひのあたるにわさきをみましたはのくろずんだざくろのきにまっかなはながてんてんとひのともるようにさいていました そして水盤の水に浮いたス蓮の葉に蜂が降りて止まっているのを見ましたあの蜂はさっきの蜂かしらん目を離さずに見ていると蜂はしばらくたってツツジの枝の方に飛んでいきましたやはりそうだわ。水を飲みに来たんでしょう翌朝 庭を掃除するときに、姉さんは、ハチがどうしているだろうとわざわざツジの木のところへ行って巣を覗いてみました。そこには、昨日の親蜂がやはり一匹で、一生懸命に巣を大きくしようとしていました。彼女は初めてそのとき、匹のハチの力で作られた巣に、 注意を向けたのですなんとなみなみならぬ心遣いと努力がその巣に傾けられていることか例えば雨風に吹かれても容易に折れそうもない丈夫な枝が選ばれていましたまた巣の付け根は触っても落ちないように強そうに黒光りがしていました小さな鉢に どうしてこんな知恵があるかと不思議に思われたほどでしたそうだこれを弟に見せてやろうそして利口なハチがどうして巣を作りまた子供を育てるのに苦心するかを教えてやろうそうすれば弟はここに巣があることを知っても決して落とすことはあるまいと考えたのでした 午後になってゆうちゃんは学校から帰ると庭に出て一人で遊んでいました。ゆうちゃん、蜂の巣があってよ。彼女は弟の顔を見ました。ああ、知ってる。え、知っているの弟がどうしてそれを落とさなかったろうと疑われました。姉さん、 ツツジの木だろう。お母さんチが一人で巣を作っているのだよええそうなのこの間から見るとだいぶ大きくなったあの穴の中に子供がいるんだね暑い時は水盤の水を含んでいって巣の上を冷やしているよまあそんな詳しいことまで いつ弟は観察していたのだろうとびっくりしましたしかし姉さんは弟がどんなにその蜂をかわいがっているかをまだ知らなかったのです「君蜂の子を持っていくと本当によく釣れるよ」子供たちは日課のようにみんなで川へ釣りに出かけました 彼らは血眼になって蜂の巣を探していたのです。ゆうちゃんはその話を聞くたびに庭の蜂の巣を目に浮かべました。この頃、母蜂の片方の羽が少し破れているのを考えると胸が痛くなるのを感じました。他の子供はどこからか蜂の子を探して持っていくことがあったが、 ゆうちゃんだけはいつもうどんこのえさをつくってつりにでかけたのでした。